いやあ、暑いわ。これは暑い。皆様、どうですか体調の方は。急ですが、体調の方はどうですか。今めちゃくちゃ暑かった。もう今積み込みじゃねえわ、おろし、もうボケボケやな。おろし終わったとこなんですけどね。いやー、今朝でね、昨日あの夜ついてたんですけど、なんとなんと前にあのスタニアのトレーラー止まってて、でーれかっこよかったっすね。でーれかっこよかった。やっぱええなーと思って。結構なんていうんですか、ああいういろいろ仮装してある会社なんですけど、前からその見てたんですけど、そこの会社のトラックって、でも僕が前見てたのは服装とかは見てたんですけど、まあ、そのトラックもかっこよかったんですけど、昨日行ったらスカニアでしたね。もう朝明るくなってからマジマジと見てましたね。超かっこよすぎるやろっつってずっと見てましたね。いやあ、あれはかっこよかった。ということで僕は今なんてかしら汗ダクダクで暑い本当に。まあとりあえず今エアコンうるさいかもしれないですね。ガンガン今当ててるんでちょっとうるさいかもしれないです。ちょっと待ってね、ちょっと飲む、食べる前に飲むみたいな、うるせえな。あーうめ、めちゃくちゃうめえや。うわー、なんか生き返るな。たまに風がね抜けた時はボースシーンみたいな感じだったんですけど、風があまり抜けてなかったので結構ボワーンとして暑かったですね。いやいや、これから大変な季節がやってまいりましたよ。暑くて大変な季節が、まあ、今年まだあれなのかな、雨降ってなかったでまだ良かったのかどうなのかちょっと分かんないですけど、もうとりあえず走っていきましょう。走っていきましょう。さあ、またここの茶畑がめっちゃ綺麗ですよ。ほんと綺麗やね、ここ。Thank you.
山ちょっと見えますね。まあ見えないかもしれないですけど、富士山見えてます。いや、まあさすがにもう上の方ほとんどね雪なんてないんであまりわかんないですけど、富士山見えてますね。だいぶ汗が引いてきましたね。暑かったな、さっき。今あの国一の方向かって走ってます。とりあえずここを右折していきましょう。国道1号って書いてありますね。道の周り緑っぽくなかったんですけど、この季節に来るとすげえ緑ですなんかすげえ緑っぽくなる。しかしこの道悪いな。でそこを左に曲がって1号に乗っかりたいと思います。これ道がったかった。自転車、歩行者、早くな怒られてるぞ水口町で怒られてるぞ、早くなうるせえかなんかだらんこと言ってらんでいいね、ちょっと合流なんで。失礼します。4トン車、合わせてくれてます、ありがとう。とりあえずここね1号ずっと走ってって、で途中あの燃料をちょっとね足していきたいと思いますね。なんかここの工事もあともうちょっとでなんか終わりそうな雰囲気がありますよね。もうね、前も言ったけどさ、このガードパイプみたいなやつのさ数に半端なくない半端ないよねこれ。こんだけ作った人がおるんですよすごくね。両方向こうの車線もあるんでどうだろう、1週間はこんなことやっとったんじゃないですかねずーっと組み立てで4人ぐらいでなんかずっとやってたんじゃないですか、ね多分そうじゃないですかね。だってこれね組み立てとるはずなんて、これバラバラ、これが完成じゃなしに多分単管を2本つけてやってるんだろうね。クランプで挟んでね、なんでこれ多分組み立ててるんで、なんかこのセットで売っとるわけじゃないと思うんで、わかんないですけど、これでなんかこう畳めるようになってるのかな、このセットで。ことないよね。うわ、なんかガードパイプ言うのに、ガードパイプをすげえ見よったら
なんか酔ってきた。すげえ酔ってきた。気持ち悪い。川がすげえ濁ってますね。やっぱ雨降ってるから、なんかほんとそこら中ですげえ雨降ってるみたいですもんね。 あまりなんかこうね、どこやったっけあれ、なんか九州の方やったっけ、なんか橋がなんか傾いてましたよね。まあ、ちょっとこの動画がいつ上がるのかアップされるのかわかんないんで、まあ、いつの話しとるみたいな感じになるかもわかんないですけど、その頃の収録の話ですね、これは。スタンドへ。お、ちょうど空いたとこや。ラッキに阻止されて16年待たなかんとこやったよ、本当に。危ないとこやった。いや今日はなんかあれですね、雲が多いけど、まあ雨降る感じではないで、まだいいですね。気持ちいい天気です。ただ川の水はすげえ濁ってます。とりあえずここからまっすぐ行って、またね、山の方へ走っていこうかなと思ってますね。しかしここ道広いな。ほんと道広いな、これ。走りやすいよね、こんだけ広いとね。今日、あれでしたね、卸先で、まあその、かっこいいね、超かっこいいスカニアがいたのは、いたんですけど、卸に3台こう並ぶ感じで卸せるんですけど、で昨日着いた時にこの2台はもう受付してあって、そこの倉庫のトラックが一番奥に止まってたんですよ。で一応3台そこに入れるんですけど、まあ、奥はもう入れなかったんで、で手前に待機場所があるんで、その手前でちょっと朝まで待ってたんですけど、で朝向こうの倉庫の人が一番奥って入れますかみたいな感じで言われたので、まあ調子こいて、あ大丈夫っすよみたいな。めっちゃ調子こいて、はい大丈夫っすよ、行きますよみたいな感じ でもしあれやったら、その前にいるそのスカニア大型でそのスペースみたいな感じで、その後ろはもう倉庫なんですよ。でほんと10列みたいな感じになっちゃうんですけど、大丈夫っすよみたいな。でこのなんていうんですかね、そこの待機してた場所からこうグイッと頭道に振ってから、こうバックで入ってくって感じなんですけど、結構そのスカニアとその横にも倉庫があるんですけど、その間を抜けていきながら後ろにバックしていくって感じなんで、結構ね、こう最初いきなりグイッと折って、で道に頭出しといて、こうグイッとヘッドだけ折ってこうバッ
ね、ケツをこうバックしていくっていう感じで、まっすぐこうバックしてドラッと入れてったんですけど、それがなんかね超うまく入ってたんですよ超うめえこと入ってて、ここの最初のまずこのグイッと折ってグイッと折った時点のケツの向きがすげえいいとこ来てて、やべえこれちょっといい感じで向いとるなぁなと思って、そっからこうバックしてったら、おいちょっといい感じで入ってくるなって、結構ギリギリなんですよ。なんかあのトラ柵みたいなやつが置いてあるんでギリギリで、おぉこれいけたなぁみたいな。で今度そっからこのトラックトラックで僕の止めたいスペース後ろにもう倉庫なんで、そこにこううまいことねケツをこう持ってって、でもうグイッと折って、なんかもう箱だけこうグイッと起こして、でこの1回の前伸ばしてバックでバシッと決まってですねやべ、なんかあのちょっとあの前の車動かさんでも行けたっしょみたいな感じの、ちょっとあのいさって降りていきましたねリフトマンさんももし入らなければ前のトラック動かしますんでみたいなこと言ってたんですけど、ああつって大丈夫みたいな感じの軽い返事でいさってバックしてたんですけど、まさかの奇跡的にすげえうまく入るっていうねえ、そういうもんなんですよね、意外とね。ああいうちょっと難易度高くなるといきなりなんか入っちゃったりするんですよね普段だだっ広いとこやるとクソほど下手くそなのにねねえ、ああいう駐車スペースのさすげえ空いてるところ、もう周りにトラックなんか何にもいないようなところなんかさ、すげえ真ん中とかに入ってちゃうのにさああいうちょっと難易度が高くなると多分ね、あれはねすげえ集中するんだろうね、多分ね、分かんないけど、すげえこうブワーって入って前出してパッて、うおーみたいな入ったぜみたいなすげえあの勝ち誇ってましたよ自分の中で、うおー見たけやみたいな誰でもできるわって言われますよね、多分ね、トレーラー乗ってる人だったらめっちゃウケましたね、自分であの言っていてめっちゃウケました、ね、なんかリフトマンさんに何なんかいさってなんかね、あ大丈夫みたいな、すげえ軽いノリであんで入らなんだら本当にね、あの前のトラックの運転手さんにすみませんなんつって、ちょっとだけ前に動いてもらっていいですかみたいなそんなんなるところでしたよ、本当に奇跡的になんかこうバシッと入ったんで、これなんかあのどうですかね、そのスカニアの運転手さんとか、トラックの後ろっていうかその前のねトラックの運転手さんとか、多分うわあいつ入れたやねえかみたいな感じになってないですかねなってねえかめっちゃウケる、ね、そんな出来事が朝ありましたあれさすがにちょっと暗かったらね怖いですけど、まあ、あんだけ明るいとまだ見えるんでね、まだ大丈夫でしたけど、あれ何なんですかね、あえて本当でも本当ね難しいところだとあえて入るんですよね、だいたいあのいつもそうなんですよ、僕もうわこれちょっと難易度高いなーなんて思うところは意外とすんなり入るんですよ、これいけるかなみたいなとこたまにやっぱあるんですけど、現場とかでもで向こうの人もここ入れれるみたいな感じで言われるんですけど、意外とそういうとこってなんかできちゃったりするんですよ、あのスパッと普通にフィュッと入っちゃったりするんですよでも本当にダダピロリとかやともうクソほど斜めだったり線と線の真ん中に入ってたりどんだけあいつ下手くそないみたいな、そんな感じになるんですけど、ねえ困ったもんですよ、いつもそのぐらいの集中力をあれしてるんですね、おお何この車何してんのこれ、
って左に曲がろうとしながらまた戻ってこようとしてまた迷って左に曲がっていって、待ってましたね、道に迷ったのかな、まあ、朝からそんな感じでしたわ本当に。まあでもうまく、ね、できてよかったけど、うわー何これ、うわー信号がギリ中のギリになってしまいました。さあこの上電車が通るはずですよ、来ますよ来ますよ、来ませんね来ませんね、こんだけ止まっとりゃ来るやろさすがに。来い来い、今日こそはこれ来ますよ、来ますよ来ますよ、3、2、1、来ませんでした嘘やろこれはい、すいませんでした、皆さんこんなに引っ張ったのに全然来ませんでしたに行くのは、あ、来いって、あ、来た、こんな時に来たよ踏切は来るんかいっていうね、なんなんやこれね、今行ったばっかなのに踏切は来ましたわ、どんな電車が走ってくれ、これ電車じゃねえよな、これ汽車台ですよね、ここ、あ、ここから来た、あ、なんか一両の可愛いやつが来ますね、もうちょっとで、ね、多分見えると思いますけど、なんか一両の可愛いやつ来ますよ、わあめっちゃいいやないですか、わあなんか普通に写真撮りてえなこれめっちゃいいやん、なんか普通に写真撮りたいような汽車でしたね、さすがに今行ったんでね、来ることはないと思いますわ、
こうやっていい道になっていってますよ。ありがたいですね、こういうの。工事としたらすごい工事なんじゃないですかね、こういうのもね。わかんないですけどここからもね、もっとどん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 こう良くなっていくんじゃないですか、これ。どういう道に繋がっていくのかわかんないですけどね、これ。さっぱり。ちょっと怖い場所なんで、うわー来た、うわー、ちょうどこんな人中に人が、よいしょ、ごめんね、ありがとう。ちょうど実家にガードマンの人がいたんで怖って感じですね。いや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 、今こんなところで珍しいと思って知ってるトラックの運転手さんとスライドしましたね。まあさすがにちょっとね、映すとあれなんで、あの全然別の会社の人なので映せないんですけど、今あれでしたね、昔あの何て言うんですか、同じ積み地とか卸先に入ってた人で、すごいいい人で、そう、今たまたま、あそこの会社の車だなーなんて思ってこう見てたら、あ、なんか手挙げてると思ってパッて見たらその人でしたね。なんか久しぶりに出会いましたね。こうやって走ってるとほんとね、そういうことがあるんですよね。そういうのも意外とこうトラックの楽しいとこですよね。そう、今日なんて朝なんていうんですかね、あのインスタの DM とかで、僕の動画見ててくれたり、もう何回かねこう会うというか、この一回会ったこともあるんですけど、あのトレーラー乗ってる方で、でちょうどなんかね、故障車で高速が通行止めになるかもしれんみたいな、あの DM を送ってきてくれて、ね、そういうのも本当ありがたいですよね。ちょうど僕がね、あの東海北陸道、あそこを通るの、よく通ってるの、あの知ってて、今故障車いたから通行止めになるかもよみたいな感じで、あのレポート入れてくれて、わー、ありがたーと思って、でそういうのも本当に嬉しいですよね。だから本当ね、なんか僕のあの動画とか見てくれてる方とか、あの出会う人とか、マジでね、いい人ばっかで、なんか嬉しいなと思いますね。結構なんていうの、いつもあのコメントくれる方とかさ、もうあのコメントなくても動画見ててくれる人とかさ、あえてグッドボタンをね押してくれる方とか、本当にたくさんいて、なんかめっちゃ嬉しいですよね。僕みたいななんか人がさ、そうやってなんかみんなに見てもらえたり、コメントでねこうやり取りしてもらったり、それこそこうやって今みたいに何かあったらさ、情報をくれたりさ、どっかで出会ったらね、あの飲んでよみたいな差し入れもらったりさ、めちゃくちゃありがたいよなと思います。本当にもう日々視聴者の皆様には本当に感謝でいっぱいでございます。本当にちょうどそこだけ噛んだね。大事なとこ噛むなよって話ですよね。すいません。ということで本当にね、いつも感謝してますよ僕は。でも本当にありがたいなってすごい思います。僕
もこうなんて言うんだろう、人懐っこい人じゃないので、でなんかあんまりそういう人とどうこうって苦手な人なんで、まあ、人見知りだし、だからなんかねちょっと大丈夫かな、出会った人とかでも大丈夫だったかなみたいな、すごい心配になっちゃうんですけど、なんか変な風に思わなかったかなとか、そういうのすごい思っちゃうんですけど、なんかみんなすごいいい人で本当にありがたい。あ、すみません、マドマさん、すみません、あの草むらに入ってもらっちゃった、すみません。これは本当に、ザ山道やねこれ。うるせえ。うるさい、ね、ザ山道。走っていきますよ、ここは。うわ来た、来い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 、うわ頭振らしてくれ、頭を振らしてくれ、うわ。バイク内っ側入ってこんやろうなと思ってドキドキしました今。ここで前というかね、昔ここでスピードやってたの見たことありますからね。ここ40キロなんですけど、ここでスピードやってましたからね。こんなバイクなんてイチコロじゃないですか。ね、こんなとこバイクなんかバーンっつってイチコロですよ。ここでなんか入れてましたね。だってこんなとこでやるんだと思って。何が何でも捕まえてんだなとか。違うか、多分なんか事故かなんかが続いたんかな、だから取り締まりしたんかは分かんないですけど、あんなとこでやってましたよ昔。いやしかしこのカーブはきついぜ。